コンサルタントの中野です今日も中野雄二の暗号試算投資教室を始めてくださり思いまーす草コインシス新聞購読視聴規約ここでね一旦この動画を止めていただきまして大きな画面にしてですねここに記載されている第1条から第7条を一語一句読み飛ばさずにお読みください 一箇所でもね承諾できないという方がいらっしゃいましたらこの動画を見ることはできませんそれでは行ってみましょう LINE に登録してくださいね令和元年7月6日土曜日暗号資産草食い中野研究会えっとね今はね朝の5時 26分ですね今日はね4時間ぐらいの汽車ってね <laughs> えっといろいろワクソワクソワクしてました千葉県松戸市はねもうちょっと明るいんですが、えー、毎日雨降ってますからね夜雨降ってましてね日昨日から今日ね <laughs> 今やんでますけど湿っぽいですね外寒いですうんなんかあの軽井沢に来たような感じでねやっぱり飛鳥に来た感じです寒さ感じ い,やいい季節になったかなと思うのでいい気候かなとた,ただ、ずめずめ感はもうやめてほしいので、ね、早くあの梅雨が明けてからっと、ね、してほしいですただ暑いの苦手なんで、ね、あの暑さだけは勘弁してほしいって感じですで昨日の夜、昨日はねあのだあの月,月の初めのです、ね、第1金曜日 第1でしたので来週の金曜日は、えー、毎月ね恒例のアメリカ雇用統計の発表がありますねで。昨日動きましたね、すごくね、あのー、上昇しました。それで大イベントがあってね、ね中野研究会も、えー、非公開でね、あのー、ライブをやってですね、えーまあ、みんなでね FX やってるわけですけれどもね。 あの昨日は勝ちましたね、全員勝ちました。はいで、まあ、満額はいかなかったんですけどね、えー、あのー、満額は7万円だったんだけどね、途中でトレーニングストップに引っかかってしまってね、ちょうどぴったり引っかかっちゃって、2万1000円ですね、僕が取りたいのは。はい、で、僕はあの20万通貨でやってますんでね。えー 0.2ロット、20万通貨でやってますんで、えー、10ピーブスですね。10ピーブスちょっと取れて2万1000円です、えー。他のね、長野研究会の人は、えー、っと、2万通貨分、僕のね、10分の1の2万通貨でやってますから、えー、っと、2100円 <laughs> ですね。まあ、まだね、始めたばっかりなんで、まあ、3ヶ月目に突入しただけなんでね、5月1日しからやってますから、5、6、 7月の頭ですよね。まあ、少しずつ増えてるかなって感じですね。はい。で、ふくりで増やすんでね、あの、途中からはまあ、指数関数的に増えてくると。で、来年の年末に2億7千、1人一人2億7千万を目指して、今やっています。でね、あの、トレーィングストップね、えー、まあ、設定しな、してない人もいましたね。何人かね。そういう方は、あの、満額取れましたね。 えー、7000万円,あ7円か、えー、僕の10分の1でやってるから7000円取れましたね僕は漫画家だったら7万円だったんですけどまあ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 ,あのそんなもんですわプラスで終わるってことはすごいことかなと思いますで今日はねあのお伝えしたいことがありまして皆さん大変なことが起こりましたとで朝から何なんですかとまたそのセリフですかというところでしょうか なんとビットコインの価格が本当に800万円に到達いたしましたともうね朝から寝ぼけてんじゃないよってね寝ぼけてんじゃないよだからその,そのねあのセリフはもう聞き飽きましたよってことだったんですがちょっと見てくださいででーんこれはね月間仮想通貨というあのホ,ームホームページなんですけどウェブサイトっていうんですかねでこニュースがありましてねこれは えっと、7月3日だから、三日、今から3日前の記事なんですよね。で、これ、見て見て。なんと。お聞きしようか。ジンバブエでビットコインの価格が一時800万円まで急騰と。はい。日本でとか世界でじゃないです。<laughs> あれ、僕が見た、あの、僕が、あっち系のね、あっち系の人たちから教えられた情報だと、 ビットコイン800万円いくよと。確かに言ったよと。<laughs> 確かに言ったけど、日本じゃないじゃんと。世界じゃなくて、アフリカのジンバブエで、えー、ね、ジンバブエの人たちっていうのは、まあ日本人と同じようにですね、ジンバブエの取引所でじゃないと、ビットコイン買えないわけですよ。日本,だ日本人だったら日本の、 仮想通貨取引所じゃないと日本円をビットコインに変えられないよね。それと一緒でですね、アフリカのジンバブエの国民の人たちはア,メリアフリカのジンバブエにある仮想通貨取引所じゃないと現地通貨と仮想通貨、ビットコインに変えられないから多分ね、だからあの、まあ、あの買いが殺到してね、急騰しちゃったんだね、一時ね。でもよく見ると、まあ、他の 各国の取引所がねあ、ジンバブエで高く売れるからってって、アービトラージって言ってね、ほの国からビットコインを送金して、売ったり買ったりってやってるうちに、まあ、あのビットコインの価格は世界標準に戻っていくわけですよね。で、アフリカのジンバブエにおいて、ピアトゥーピア暗号資産交換プラットフォーム、えー、ローカルビットコインズにおけるビットコイン、まあ、ローカルビットコインズっていう取引所かなんかあるんでしょうね。 おけるビットコインの価格が一時800万円に到達し、800万円ですから日本円対、日本円価格で800万円ですね。580%の上昇を記録したことが分かったと。ジンバブエ政府は先週、アメリカドルでの取引を中止すると発表し、インフレ真っただ中のジンバブエドルを再び国の法定通貨として導入と。あだからアメリカドルでの 国内でのものの販売とかね、卸売とか、小売とかっていうのをやっちゃダメだと。もう、ジンバブエドルを使ってくださいということですね。で、そんなの信用できるかと。で、このような、えー、抑圧的な金融政策により、地方の投資家が、えー、避難先として暗号資産に、政、え、府、ー、フハウ・ うん、避難先として暗号資産に目を向け始めたことが急騰の背景だというとコインポストの報道によるとジンバブエなどのアフリカ地域においてビットコインの需要が高まっている大きな理由として以下のに手を挙げているとインフレ化でボラテリティの高い自国通貨よりも安定性のあるビットコインへの資産避難とまあこういうことって毎年ありましたよね他の国にでもありましたよねで外貨規制後の外貨調達 ブラックマーケットにて高レートで外貨を調達するコストを回避と、えー。インフレ率が2桁台になると一般的に高いと判断される。実際に昨年のジンバブエのインフレ率は10.6%だった。うーん、インフレ、そうだね。だから物価が高くなっていくわけですよね。10.6%。日本もね、2%を目標にしてるけど、全然。 物,物の値段が、ね、上がらないでね、物の値段上がらないから給料も上がらないんですけどね、えー、でこれはまあ、あれですよ、日本の、えー、法定利率を上げないと、物の値段って上がらないからねで、結果的に給料も上がらないということですね、今後インフレが加速すれば暗号資産の流入はさらに加速する可能性が高く、 人口が12億を超えるアフリカのマーケット拡大には中止する必要がありそうだと。でね、これ、アルゼンチン、アルゼンチン通貨機でビットコインの取引方が急増と、これ、今年の4月10日にもありましたし、去年の11月20日はベネズエラ最大の百貨店がビットコイン決済導入と。まあ、ベネズエラも、まあ、何年にもわたって、自、え、国、ー、<coughs> 通貨が 紙切れになってますよねなのでですね、あのー、今、世界のですね、えー、法定通貨が軒並みあの紙くず同然なってますよね。世界経済の景気が減速してましてい、いいのはアメリカだけなんだよね。で、昨日ですね、アメリカのですね雇用統計の結果が良かったということで、 えーまあ、これ見て、5年に一度のペナントフラッグなんですね。この黄色いやつがね。5年に一度のペナントフラッグで、まあ、見事にですね、下のトレンドラインをタッチして反発してるんですよね。グイーンってってね。はい。で、昨日、いや、嘘、ここ、ここまで来て上がんのと、上がんのっていうぐらい上がってですね、ここですね、これ。いや、その前からね、ここら辺からね、 昼、まあ2時半ぐらいだったかな、午後の。にわかに上がり出してきちゃったんだよね。にわかに上がり出してきちゃって、おーってまずいなと、まずいなと思ったんですよ。で、えー、っと、9時半だったんですよね、その、えー アメリカ雇用統計の発表がね、夜の9時21時30分だったんですけど、その前にですね、長野研究会の予約注文がえ入って、刺さってしまいましてね、あのー、上に、もう帰刺さっちゃったんですよね。バ,バイストップでかかっ入ってしまってね、バイストップで成り行きの買いで入ってしまって、もう、指標発指標をね、雇用統計の指標発表の内容は、 えっともうプラスの上昇じゃないといけないという状態になっちゃったんですよね、これ、非常にまずくてですね、投資家としてはあの。上か下か分かんないじゃないですか、こんなことって、誰にしもね、うん。ただし、まあ、情報が漏れてるなっていうのは、うすうす感じてたんですよ。で、昼間の、ね、2時半からこう上昇ってことはありえないから、うん、普通はね、もう上がっても下がって、下がっても上がってって、繰り返すんですよ。 でも、2時半、昨日の金曜日のえ午後の、までは14時30分ぐらいから上がり出したんだよこうやってここら辺からね。で、これは漏れてるかなと。で、上がって下がんないわけですよ。ずっとね。で、ここで1時間ぐらい前にですね、下がってしまったね。これね。中野研究会ね。それで、直前になってぐーっと下がってですね、 発表されてグーンって下がって、ああ、もうダメだなと、下にね、損切りされて、まあ、今回は、あの、20ピプスの損切りポイントを落ちてたんでね、あの、まあ僕だったら4万円の損失、長、えー、野研究会全員は、まあ一人一人4千円の損失がね、出てしまうかなと思ってたんですよね。そしたら、<coughs> まあ、あの、見事ね、10ピプスぐらいしか下がらなくて、ボーンっつってね、 そんなさまあ、これ頂点から10ピプスしか下がってないですね。で、ボーンと爆上げしたということでございました。で、まあ、あのトレーリングストップね、いつもあの最近、トレーリングストップに引っかかってしまって、えー、取れるはずの利益がね、えー、取れなかったっていうことがすごい多いんですが、ただトレーリングストップっていうのはね、命綱なんですよね、投資家にとってみるとね。 だからトレーリングストップあったから大きな損が出なかったっていうケースも非常に多いもんですからね。あのあこれ今もう終わりそうだ、ね、ドル。ドル買う力が強いですね、今ね。最後だからね。まあ、ドル、週末に、ね、ドル買っておいてえ金利で儲けようと、土日の金利でね。まあ、そういう人たちがいるんで。 まあ6時前にですね、ドルって買い圧力が強まるんですよあの。アメリカフィックスっていうんですけどね。だからまあ、ちょっとね、土日何かあるか分かんないから、えー、ドル買ってたものを一時手放そうっていう勢力と、かなりね、この辺からずっとしてますよね、夜中で2時、えー。ちょっと分かんないですけどね、まあ、アメリカだと、ちょっとこの時間帯て分かんないですけど、あとはまあ、直前になって一応買っておこうっていう勢力がね、 きっ抗するのが、えー、終わりですね、はい。週末の終わりのところですね。だこれだけ、あの <laughs> これだけやってもいいですよ。1週間のうちで、えー、土曜日の朝、えー、ドル手放す人たちと、まあ、直前になって買う人たちとの、えー、ショートとロング、これだけやってもすごい儲かりますからね。これだけ狙ってる人いますからね。 日本でもこ16ピープスあります。17 16ピープスありますけどね。はい、それでちょっと待ってくださいね。結局、こういう時、いくらだったんだろう。えー、民家プレフェックスさんのですね、経済指標カレンダー予測速報ですね。予測。 ああ、もうないですね。もうな,なかった、なかった。なかったですが、雇用統計、ヤフーファイナンス見てみますか。えー、過度な利下げ期待が後退して、入浴ダウンは下がったと。入浴ダウンはマイナス43度ですね、えー。経済指標はどうだったんですかね。どうだったんだろう。カーセ FX。ああ、わかんないですね。 えっと、まあ、だいぶ良かったなと思いますよ。雇用が、雇用がね、創出されたということで、あの、爆上げしてましたからね、最初は10チップスぐらい下がったけど、まあ、発表されない、もうちょっと時間があったんでしょうね。発表されるのにね。で、ちょっと下がりましたが、爆上げしましたんでね、えっと、どうやったかな。 バカバーンとて爆撃しましたからね。バーンってね。なので、えー、まあ、すごい気持ちよかったですね。本当に。久しぶり。いや、これを通いや、なかなかやるじゃんと。なかなかやるじゃんと。だから、ここら辺から上がったとすれば、46ピープス上がりましたね。ここら辺からね。一旦下がって上がったんで、まあ、だから、ここら辺、まあ、そうだな。まあ、ここら辺から、 薄々怪しいなと思って、この辺から入る人はいるよね。まあ、3時ぐらいから入って、ここからロング入れれば70、70ピプ、スピップ取れましたね。まあ、どこが頂点だかってわかんないから、えーま、ずっとホールドでね、えー、死を起こすと、五53ピップス取れたかな。うん、まあ、なかなか53ピップスってすごいからね。なかなか50ピップス超え、一発で50ピップス超えってなかなかね、 えー、しかもロングっていうのはなかなかない。ショートだったらあり得るんですけどね。ロングはなかなかないので素晴らしかったと思います。まあ、中野研究会はその中の10ピプスね。50ピプスの中の10ピプスを取ったという <laughs>。10ピプスだけかいと。うん、まあ、満額だったら32ピプスぐらい取ったんですけど、32ピプス取れた人もいますよ。何人かね。 まあだからトレーィングストップを120ポイント12ピプスに設定したらちょうどそこでかかっちゃっていつもね15ピプスにしてるんだけど陽気だったんですよ今回ねそしたら15ピプスにせいつもの通り設定してたらえ全員が満額取れたんですけどねちょっとねまあそんなこと言ったところでまプラスで終わったことだけでもね幸せに思わなくちゃいけないのでまあこれはこれで本当に良かったなと思ってねぐっすり寝れましたしかも朝ね 4時半で早起きだったんですけども、もちろんあの目覚めすごくいいですね、今ね。はい、ということで、おいおい、ジンバブエどうなったんだよと。ジンバブエで800万円があってですね、今、世界経済はね、アメリカ以外はすごい弱いです。日本も経済がね、えー、経済破綻,破綻というか弱いので、まあ、だから消費税上げるわけでしょ、税金が少ないから。 日本のね、えー、まあ年金も破綻して、まあ、事実上破綻してますしね、あのー、お金がないからえ消費税上げるわけでしょ、8%から10%。景気が良ければ消費税なんか上げないしね、下げるはずだから。あと、ビットコインなんですけど、ちょっと下がりましたね、119万。チャート。119万3945円ですけど、まあ、下がったうちに入んないからと。 上がると思いますねで、まあ、お隣、韓国とかね。中国とかの経済破綻。まあ、特に韓国かな、最初に。経済破綻がまた来るでしょうね。スしたら、リップ、まあ、ビットコインとか、リップルですね。韓国が大好きなのは。リップルが買われるでしょうね。まあ、もちろんビットコインも買われるでしょうから、これから、まあ、世界景気が先進国も含めて非常に悪いのでね。 また、<laughs> ギリシャ危機とかっていうのが表面化されてくると思うんですよ。なので、やっぱりビットコインはやっぱ上がってくるでしょうね。で、今時価総額34兆円でかなり減りましたけども、4兆円ぐらい減ったかな。2兆円ぐらい減ったかな。だから、まあ、ここはね、24時間の変化率がマイナスのやつが非常に多いですね。まあ、下がった、下がったら上がるんですよね。上がったら下がるんですけど。 で、特にまあ、そうですね。まあ、こういうね、下がっさもう全面安の相場でも上がってるのがやっぱりチェーンリンクなんですよね。チェーンリンク4.63%上がってるしね。これ、あの、池田、早田さんが YouTube、池田さんが今朝 YouTube でチェーンリンク爆上げしてるよって動画、YouTube 動画出してました。 はい、で今年のね1月1日にチェーンリンクを買った人っていうのはあもうここの高値ですけどね、えー、もう12倍,12倍になってるそうですもうですから、まあ、チェーンリンク100万買った人はもう1200万になってますよという風うにお話しされてました、まあ、今からでも遅くないんじゃないですかね遅くないと思いますねチェーンリンクねうーん あと、まだこういうね、あの全面真っ赤赤字の中で、えー、緑,緑のプラスを探すのって簡単なんでね、こういう時に今、まあ、マーカーとかね、1.34%上がってるし、これ同時コイン、皆さん大好きなの同時コインなんですけど、なんで13.35%、まあ、昨日の夜の段階でもっと上がってたんですけどね、なんでこんな上がったのかっていうと、まあ、あのバイナンスに上場したんですよね、同時コインがね。まさかの。 まさかなバイナンス上場です。びっくりですね。あと、ホーローなんかもやっぱ上がってるし。オーロラですね、これね。オーロラ。あとはバイトム、コモド。そうですね、こういう、あの、ものすごく全部が全部下がってる相場の中で上がってる。まあ、上位10、100個ですけどね。ソルブ、えー、クオント。 えー、ウォルトンチェーンです。これすごい上がったよね。16.75%。あのー、まあ、こういうやついいよね。あと、ネクスト、ネブラス、そしてクリッパーコインと、うんいいこれなんとかってやつね。あじ上位、まあ、自家数額上位 100, 100個だけ見たんですけどもね。まあ、こんな形でですね、えー、有望コインっていうのが浮き彫りになると、こういうね、 えー、マイナス相場の中でね。だからこういうのも活用されるといいと思いますよ。はい。で、来週ですね。まあ仮想通貨これ上がってくると思いますよ。ちょっと一旦押し目つけてるんでね。二回押し目つけてるんで。上がってきますので、下がっこういう場合にはね、下がったら買うんですよ。うん。あと、まあ、前回も言いましたけど、ドルコスト平均法で買うと一番いいですね。一気に買うと下がると切ないのでね。 毎日5000円とかね、1万円ずつ買えば、あの、下がった時にもね、一番安値でも買えるしね、ま、もちろん高値でも買っちゃうんだけども、結構あの、現物買いでね、右肩上がりで上がるっていうことを前提ですからね、買うってことはね、うん、買うってことは右肩上がりに上がるってことを前提でね、買う、買,う買うはずは、買ってるはずなんで、こ右肩上がりに上がると想定している、 えー、金融商品については、ドルコスト平均法で買えばあの、必ず利益が出ることになってるんですよね。うん。で、指標につきましては、来週はですね、そうだな、月曜日は何もないと。で、火曜日は、何もないと。水曜日は、まあ、何もない日はね、あの、飲,んでの飲みに行かい、やってもいいかなと思ってますよ。 はいまあ、もちろん長野研究会は夜10時半からやりますけどね、何もなくてもね。<laughs> 水曜日は、そうですね、えー、11時から、11時からですね、だから10時半からやるって感じかなと、特にないですね、でも星3個しかないから。えー、木曜日、FOMC があるんですね。 FOMC 議事録か、あんま動いてないですね、先月ね。うん、動くでしょうね、3時ね。だから、えー、っと、水曜日の夜に、水曜日の夜に IFO をちょっと仕掛けないダメですね。動きますね、FOMC はね。そして、えー、金曜日、金曜、そうないですね、来週はね、FOMC しかないですね。 はい、FOMC しかないですね。えあ、あるじゃないですか。消費者物価指数が、木曜日。FOMC 終わった、その日の夜に、9時半に、あだめ、9時から始めようか。これ、木曜日は。ね。で、消費者物価指数の発表、6月の発表があると。あ,あと、同時に、新規失業保険件数も発表があるということですね。 はい。このぐらいかな、動くのは。だからちょっと細め、細かく取っていこうと思います。一気にね、50pips、えー、50 60pips 取るんじゃなくて、まあ30、3 5ピプスから 40pips ぐらいの間の、まあ、細かいですね、えー、利益をですね、細かく利確していくという、えー、やことにしようかなと思ってます。なぜかというとですね、 前から言ってる通り、5年に一度のペナントフラッグのですね、えー、これちょっと消そうか。はい、5年に一度のペナントフラッグのもう先っちょに入ってきちゃったんですよね。で、鳥籠のようにですね、上にも下にも動かないんですよ。だからボラティリティって言ってね、この振縮幅がすごい少なくてですね、 なかなか利益が取りづらいんですね。この鳥籠の中に入っちゃったんでね。昔はですね、昔は、例えば、これ1月3日の大クラッシュですよね。今年の1月3日の、えー、クラッシュですよね。で、だからここはまだ振幅がで大きかった、鳥籠大きかったんで、結構上に行くときにも伸びたんですよね。で、下に行くときも伸びたし、 ここら辺は、あの、中野研究会は、1月、2月、3月は、4月までか、DM、3月半ばまでは DMMFX のデモ講座をやってて、かなり取れたんですよね、利ーがね、同じ IFO の設定してたんですけど。で、まあ、4月ぐらい、3月半ばぐらいから XM のデモに変えて、5月1日から、えー、この辺ぐらいからですかね。 この辺ぐらいから、まあ、ショート入れておけばよかったじゃんって話だけど、XM のリアル講座に書いたんですけど、なかなかあの、シンプルカーバーが狭くなってきたので、なかなか利益がこんだけだもんね。うん、利益は取りづらいです。まあ、この辺だったら好き、ね、ショート入れておけばばーって取れるし、ロング入れとけばばーって取れるんですけどね、なかなかシンプルが少ないから、なかなか取りづらいですので、あの、IFO、まあ、ね、IFO の設定数値っていうのは、 あと、トレーィングストップの設定数値っていうのはですね、その、その都度その都度、相場の状況に応じて変えていかないといけないんですよね。そうしないとしゅ、潮目が変わるんですよね。だから、同じことをずっと続けてても、勝てないし、逆に負けちゃうんですよ。まあ、大切なお金を失ってしまいますからね、本当に気をつけなくちゃいけないかなと思っております。はい、ということでですね、えー、っと、ビッ コインまあその他眠なんかもまだお眠してましたし、まあ、リップルはどうかなとノアコインとかねでノアコインのですね BTC ネクストの新規講座開設っていうのはですねまああとその 3, 3日ぐらいであの再開するという情報がね先ほど来てましたでビットバンクはどうなったんですかって話ですが えー、ビットバンクですね。ビットバンクのリップルでございますが、はい。ちょっと来い。リップルですね。41円ですね。やっぱちょっと下がっちゃったかな。冷やしで見ますとですね。あー、またちょっとね。下がっちゃいましたね。ちょっとね、やっぱり。 まず70円まで行ってくれないとね、困っちゃうねね、75円とかね、えー。これはまあ75円です。去年の9月21日ですけどね、夏。もう1年経とうとしてますね。はい。リップラーの皆さんもね、今辛抱時だと思いますけど、頑張りましょう。はい。それでは今回はね、ジンバブエデビットコイン価格が一時800万円まで急騰したということで、まあ、 確かにそっち系のね、まあ、不名存、メーソンリー系からのですね、情報っていうのは確かにあってたんだけれども、ジンバブエじゃしょうがねえだろうと。ジンバブエの取引所でね、ビットコインに取引したやつなんかいねえだろうと。逆に、まあ、あの、ね、仮想通貨っていうのは世界共通通貨ですので、まあ、ジンバブエとかね、あの、経済破綻が起こりそうだよなって、ここって。 っていうここやばいよねあの、えー、ギリシャとかね、危ねえだろっていう国のですね、えー、取引所仮想通貨取引所を口座開設してね、アルゼンチンとかベネズエラとかね、えー、仮想通貨取引所を口座開設して、えー、ビットコインを取引するとね、莫大な利益が上がるんじゃないかなと、そういうふうに思っております。 もちろんね、ここのベネズエラ、ジンバブエもね、えー、また急騰すると思いますので、その時にですね、イーサリアム、イーサリアムで、イーサリアム、ジンバブエの取引所、ここのね、ローカルビットコインズっていう取引所を口座開設してですね、イーサリアムから送っておいてね、ほんでビットコインが高騰した時にイーサリアムをビットコインに変えると。 そうすると、莫大なね、ね、800万円という価格がもらえるということでございますから、ま零、あ、0.1ビットコインを、まあ分のですね、あの、いや、よくわかんないけど、えー、今の現在価格で0.1ビットコイン、えー、分のね、一切を送っとくと、とりあえずね、だから、日本、日本で買えば、まあ、120万ぐらいですよね、ビットコインね。だから、12万円分の、 イーサリアムを買って、ジンバブエの、えー、ローカルビットコイン2の取引所に送っておいて、ま、た急凍した800万円に急付した時にね、えー、そのイーサ、えー、12万円分のイーサリアムが、まあ、80万円に変わるよということですね。ビットコインが 800, 800万だから、えー、12万が80万になるから70、70、えー <laughs> ちょっと 68万儲かるとといいうことでございますなので皆さんもっともっと頭を柔軟にねしてですね、まあ、日,本に日本にいながらにしてですね仮想通貨ってあそうだったねとあのあの世界つながってますからね通貨がねだからそうやってですね、えー、儲けることができますからまたね中野研究会に入ったりですね まあ、入らなくてもですね。えー、っと、どしどし LINE とかじ、あの、電子メールでお問い合わせください。あと、またね、セミナーやろうと思ってますんでね、仮想通貨と FX のセミナーをね、えー、東京有楽町の、えー、東京国際フォーラムでやろうと思ってますのでね、また皆さん、どしどしご参加いただければと思います。それでは、千葉県松戸市より、トム・クルーズがお伝えいたしました。 えー、土日ね、週末ゆっくり休んでください。失礼いたします。